皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。本日は子供がプロテインを飲むと身長が伸びにくくなるって聞いたんだけど本当？っていうようなお話よく耳にするのではないかなと思います。実はそんなことないんだよっていう理由をですね3つ挙げましたので、そちらについてお話しさせていただきたいと思います。結論から申し上げますと、成長期のお子様にプロテインを飲んでいただくことは、全く問題ありません。まず一つに、タンパク質は骨の材料になります。骨の栄養というとカルシウムを一番にイメージされる方が多いのではないかなと思うんですが、実は骨の構成材料の4分の1ぐらいはタンパク質からできているというふうに言われています。なので成長期の大切な時期にタンパク質がしっかり取れていないと丈夫な骨の成長につながらないので、成長期にはしっかりタンパク質を摂っていただきたいと思っています。と、理由の2つ目、プロテインは牛乳を原料としたタンパク質のサプリメントになります。なのでお薬とかではなくて食品の一部として考えていただきたいと思っています。プロテインは筋肉増強剤みたいなムキムキの人が飲むものっていったちょっとイメージが定着している傾向にあるんですけれども、そうではなくてお肉とかお魚に含まれるタンパク質と同じものになりますので、なのでプロテインはタンパク質を補給するための栄養補充食品ですので、身長が伸びなくなるというような心配はせずに、ぜひ安心して取り入れていただきたいなと思っています。で、理由の3つ目、成長期の子供たちは大人よりは体が小さいと思うんですけれども、たとえ小さいとはいえ大人と同等もしくはそれ以上に栄養が必要になってきます。これはもうタンパク質も同じです。日本人の食事摂取基準によるとタンパク質の摂取量は男の子で、だいたい15歳から17歳くらい、女の子で、12歳から17歳、この時期が人生において最もタンパク質の推奨量が多い時期になります。このことが指すように、人生において最もタンパク質が必要となる時期に、食事ではなかなか補いきれないタンパク質の補給にサプリメントとしてプロテインをご活用いただくのは非常に有効ではないかなというふうに私自身は考えています。もちろん基本は栄養バランスのいい食事を1日3食することが理想ではあるんですけれども、毎食大人と同じ量の食事を取らなければならないということになるんですけれども、なかなか毎日そこまでたくさん量が食べれないお子様もいらっしゃいますし、忙しくて用意できない、しっかり取れないっていう時もあると思います。そういったタイミングでタンパク質の補給として取るべき時期にサプリメントを活用することは非常に有効ではないかなというふうに考えています。あくまで栄養補助食品ですので、食事をプロテインだけに捨ててしまうとかそういった使い方はおすすめできないんですけれども、食事にプラスアルファでプロテインをご活用いただきたいなと思っています。まあ、今回成長期のお子様がプロテイン飲むと身長が伸びなくなってしまうんじゃないのっていう疑問に対して3つお話しさせていただきました。まず1つに、タンパク質は骨の材料になる。理由の2つ目に、プロテインはタンパク質を補給するためのサプリメントです。お肉やお魚や卵などに含まれている栄養素と同じものになりますので安心してお召し上がりください。そして3つ目に、成長期のお子様は人生にとって最もタンパク質が必要な時期になります。そういった時期にプロテインをご活用いただくことは健やかな成長において鍵になってくるのではないかなと考えています。 B レジェンドプロテインからも管理栄養士が監修したジュニアプロテインが発売されています。牛乳で溶かしても飲みやすい3種類のフレーバーをご用意してますので、説明欄のリンクからチェックしていただきたいなと思っています。では本日は、成長期のお子様がプロテインを飲むと身長が伸びにくくなるって聞いたんだけどという説に対して3つお話しさせていただきました。この動画が参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。